ブランドン・ベラは、フィリピンの男性総合格闘家。バージニア州ノーフォーク出身。アライアンス MMA 所属。元ワン世界ヘビー級王者。ロブカーマンの弟子にあたる。夫人のケリー・ベラも総合格闘家である。バージニア州ノーフォークで、フィリピン人の父とイタリア人の母の間に生まれた。レイク・テラー高校時代にアマチュアレスリングで優秀な成績を収め。 レスリング小学生として、オールドドミニオン大学に進学するも1年半で、退学し、アメリカ空軍に所属していたが、右腕の神経を損傷したことにより除退して、故郷のバージニア州へ戻り、リハビリに励んだ。2002年7月6日、プロ総合格闘技デビュー。2005年10月3日、UFC 初参戦となった、アルティメットファイトナイト2で、 ファビアーノ・シェルナーと対戦し、膝蹴りで TKO 勝ちを収めた。2006年11月18日、UFC65 で、フランク・ミアと対戦し、1R 開始1分余りで TKO 勝ちを収めた。2007年10月20日、UFC77 で、ティム・シルビアと対戦し、0から3の、判定負けでキャリア初黒星を喫した。2008年6月7日、 UFC85 で、ファブリシオ・ベウドゥムと対戦し、マウントパンチにより、TKO 負け。2008年7月19日、ライトヘビー級転校初戦となった、UFC ファイトナイト、シルバ VS、アービン・デリース・アンディに判定勝ち。10月18日の UFC89 では、キース・ジャーディンに、判定負けを喫した。2009年11月14日、 UFC105 のメインイベントで、ランディクーテュアと対戦し、ダウンを奪う場面もあったものの0から3の判定負けを喫した。2010年3月21日、UFC4vs ベラ VS ジョーンズのメインイベントで、ジョン・ジョーンズと対戦し、1ラウンドに肘打ちとパウンドの連打で TKO 負けを喫した。2011年1月1日、UFC125 で、 チアゴシウバと対戦し、0から3の判定負けを。しかし、チアゴシウバが試合後の薬物検査で提出する、尿サンプルに異物を混入させていたことが発覚したため試合結果が、ノーコンテストに変更となった。2012年8月4日、UFC オンフォックス4で、マウリシオ将軍と対戦。前戦するも、4R に、パウンドで TKO 負けを喫した。 2013年8月31日、UFC164 で、ベン・ロズウェルと対戦し、パウンドで TKO 負け。2連敗となり、UFC からリリースされた。2014年12月5日、1FC 初参戦となった 1FC23 で、イゴールス・スボラと対戦し、サッカーボールキックで TKO 価値を収めた。2015年12月11日、 ワンチャンピオンシップスピリット・オブ・チャンピオンズのワン世界ヘビー級王座決定戦でボールチェーンと対戦し左ハイキックで小勝ちを収め王座獲得に成功した2016年12月2日ワンチャンピオンシップエイジ・オブ・ドミネーションのワン世界ヘビー級タイトルマッチで挑戦者の関根・シュレック・秀樹と対戦し左ミドルキックを効かせてからのパウンドで TKO 価値を収め初防衛に成功した。2018年11月23日、ワンチャンピオンシップ、コンクエスト・オブ・チャンピオンズのワン世界ヘビー級、タイトルマッチで挑戦者のマウロ・セリーリと対戦し、カウンターの左フックで小勝ちを収め2度目の王座防衛に成功した。2019年10月13日、ワンチャンピオンシップ、 センチュリーパート2のワン世界ライトヘビー級タイトルマッチで王者のアウンラインさんに挑戦し TKO 負けを喫し王座の獲得に失敗した2021年5月15日ワンチャンピオンシップドンガルで行われた世界ヘビー級タイトルマッチでアルジャンブラーと対戦し敗北王座を失ったありがとうございます